ビストミア大祭は古代ギリシア市大協議会の一つで開催地であるコリントス地況にちなんで名前が名付けられた。開催は2年に一度古代オリンピックの前後の年に開催されていた。なお、オリンピアードの3年目にはビューティア大祭が開催されたため、1回のオリンピアードの期間中は毎年何かしらの4大協議会が開催されていたことになる。この大祭は メリケルテイスの慰霊祭としてシーシュポスが始めたと言われている。彼はコリントスの創建者にして王でもあり、メリケルテイスの遺体をコリントス地境に埋葬した人物とも言われている。ローマ時代にはメリケルテイスはこの地域で崇拝される存在となった。古代アテナイの伝説の王であるテイセウスは、それまで閉鎖的な夜の儀式に過ぎなかったこのメリケルテイス慰霊祭を ポセイドンに捧げる本格的なアスレチック競技会へと発展させた。この大会はギリシア全土に開かれたものとなり、その発展と人気はヘイラクレースにより創設されたオリンピア大祭に匹敵するほどとなった。また、テイセウスはアテナイからの来賓には全列席の特権を与えることも取り決めた。その他に変更された点は、 紀元前7世紀のコリントスの選手であるキュプセロスがこの大会を昔の映画ある姿へと立ち返らせたことである。もし最初のオリンピックが紀元前776年に始まったという説を支持するのであれば、イストミア大会は紀元前582年に始まったと考えることができる。少なくとも紀元前5世紀までは、 イストミア大祭の勝者に贈られる花冠には、セロリが使用されていたが、後にこれは末に変更された。勝者には、この他にも像あるいは縮小花が贈られた。また、アテネ人が勝者であった場合、アテネではさらに100ドラクマの賞金も与えられた。イストミア大祭の場で、ギリシアの解放を宣言する、フラミニヌス期限前228年、または、 紀元前229年以降は、ローマ人も参加することを許された。196年に行われた大会は、ティトス・クインクティウス・フラミニヌスが、マケドニア王国の支配からのギリシアの解放を、宣言する場としても利用された。アッピアノスの記載によると、ウェンヒーハド・アレンジド・ディーズ・シングス・ウィズ・ゼム・ヒー・ウェント・ツー・ザ・エスミアン・ゲームズ・ ザスタジアムビーイングフルオブピープル、ヒーコマンディドサイレンスバイトランペットダークテッド、ザヘラルドツーメイクディスプロクリメーション、ザロマンピープルセネート、アンドフラミニネス、ゼアージェネラル、ハビングバンクイッシュとザマスロニアンズフィリップ、ゼアキング、オーダーザット、グリースシャルビー、フリーフロムホーリンギャリソンズ、ノットサブジェクトツートリビュート、 アンドシャルライブアンダーハーオンカストムズアンドローズズラポー d rose. ずらグレートシャウティングアンドリジョイシング。アンドエーシンオブラパチャーストゥーマルト。アントグループスヒーアンドゼアコールドザヘラルドバックイン。オーダーザットヒーマイト。リピートヒズワーズフォーゼム。ゼイセルクラウンズアンドフィレイズアポンザジェネラル&。アンドボテットスタチューズフォーヒムインゼアシティーズ。ゼイセントアンバサダーズウィズゴールデンクラウンズツーザ。 キャピトルアット、ローマツーエクスプレスゼアグラティテュード、アンドインスクライブド、ゼムセルブスアズエリーズオブザロマンピープル、サッチワズザエンドオブザセカンドオービトゥインザ、ロマンスアンドフィリップ、大会の開始以降、コリントスが常に大会を支配していた。紀元前146年に、ローマ帝国によって、コリントスが滅ぼされても、この大会は継続されたが、管理は、色温が言った。その後、 コリントスは、紀元前44年にカエサルにより再建された。以降、テオドシュース一世が異教の儀式であるとして弾圧するまでの間、大会は大いに栄えた。出典古代オリンピックと同等とみなされていた競技、紀元前216年、定番のクリトマシュズ。大会前には、選手が安全にギリシアを通行できるよう、休戦が宣言された。 紀元前412年、当時アテネとコリントスは戦争状態にあったにもかかわらず、例年通りアテネの選手を大会に招待したという記録もある。ありがとうございます。